そうだ、念のために解剖でもした方が。待ってください、俺は化け物かもしれませんが、こいつは関係ありません。無関係です。信用できるか。事実です。構うってことはやっぱり仲間だ。違う。いや、違います。しかしそちらも自分たちに都合のいい憶測ばかりで話を進めようとしている。なんだと。大体あなた方は。まずいか。巨人を見たこともないくせに何がそんなに怖いんですか。これ以上は黙った方が。いや、言ってやる。思ってること全部。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか。生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。この腰抜けどもめ。何。いいから黙って、全部俺に投資しろ。構えろ。これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでるからちょうど蹴りやすいしな。待て、リヴァイ。なんだ。危険だ。恨みを買ってそいつが巨人化したらどうする。何言ってる。お前らこいつを解剖するんだろ。こいつは巨人化した時、力尽きるまでに20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。だとしても俺の敵じゃないがな。だがお前らはどうする。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。総統、ご提案があります。なんだ。エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。エレンを伴ってか。はい。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断していただきたい。エレン・イエーガーの管理かできるのか、リヴァイ。殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。結論は出た。